ウエハース三川のバローワーク。こんばんは、須田正樹です。2021年12月5日あ、4日か、4日間違えた。あ、ちょっと待って、ウエハース三川やった、間違えた。聞きすぎてね、しらしらし、須田正樹くんのオールナイトニッポン本番前に言ったやつよね。ちょっとやめて、練習で須田正樹のテンション感でやろうって言って間違えて須田正樹って言わんようにしましょうみたいな。そう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 、それええなって言ってまんまやるから。ごめんごめん、ちょっとね、ダメダメ、直前でやってて、ごめんごめん、これはほんま良くないから。うん、バロバンはウエハース三川です。今日も頑張っていきましょう。ね、もうすごいこの言いたいこともいっぱいあるんですけど、やっぱおめでたいことがちょっとありましたよね。おめでたいことがちょっとありまして、ね、今週、グラコロ発売おめでとうございます。マクド、やっぱマクドといえばこのグラコロですよね。あったかくてグラコロ、やっぱりね、あんまパンで季節を感じるなというね、お年寄りの意見も聞こえてきそうなんですけど、やっぱ秋は月見、夏は、ロコモコで、冬はグラコロってね、僕はマクドで季節考えて、さすがマクド店員、やめろわやめろわ、もうバレとんねん。もうどんどん言ってこうと思って、逆にマクドの情報をね、この有益な情報で、いやそれはあかん、俺の店舗名書くなよカンペで、怖っ、読みそうになったわ俺、すぐ読む癖あるから、お前のカンペを。ごめん、いやこの放送もグラコロ片手にね聞いてる方もいると思うんですけど、いやもう冗談ですよ。この本当におめでたいことは、僕の TikTok のフォロワーが、12万人突破しました。ありがとうございます。いやちょうどよ、今収録してる日の、まあ昨日の夜にはもうなってたらしいんですけど、まあ寝て起きたらもう12万人になっててね、これ嬉しいんですけど、まあ正確にこうやって押してみたら119,966 って、 TikTok ってちょっとサバ読むんですよ。これおいとまちゃんも言ってましたけど、まあ、サバ読むんですね、この何十人とかの単位は。ということで、まあ今週のニュースはね、スペインでチョコの広告禁止、スペインのガルソン消費問題層は28日、チョコレートやビスケット、アイスクリームなどの子供向けの健康的ではない食品や飲料の広告を禁止すると発表した。これは肥満対策の一環だそうです。すごいぞ。またお菓子のやつやけど、かっこメルティーキッスのガッキーがなくなったら大変ですね。いやスタッフの主観が入ってるよこのニュースに、鍵かっこで、もういや確かにね、いや多分日本は関係ないんじゃないですか、これは。そうですよね、どこですか、スペインか。じゃあガッキーはなくならないということでね、あの冬の CM の印象的な CM あります。あ、 CM の中で、やっぱあれですかね、リカオワールドアンナって知ってます？リカオワールド、あの福井県のなんかお酒屋さんです。お菓子じゃないです。あ、今絶対お菓子の CM 印象的なの言わなあかんかったか。あれじゃないですか、なんかマーブルチョコとかね、なんかチョコのなかったですか、なんかチョコチョコチョコみたいな。わからん、なんかマーブルチョコとなんかあのつぶつぶのチョコなんでしたっけ、わからん、細かいやつ、なんかわからんけど、なんかチョコが全部集合した CM。チョコが全部集合した、そういろんな、多分チョコアベンジャーズ、チョコのアベンジャーズよ、本当にマーベルですか、マーブルとマーベルかけて、いいね、いいスタッフがついてるね、ありがとうございます。マーベル、マーブル、いいいいよね。まあまあ放送日がね、あれですよ、12月4日ということで、12月4日ってあれですよ、警察学校編、ついに名探偵コナンのニュースにも、やっぱ僕コナン芸人ですから触れていこうと思うんですけど、すごいじゃないですか。勢いすごいんですよ、この安室さんっていうね、もう大人気キャラ、古谷徹さんっていう、あのね、ガンダムの安室の声も担当してる、興味なさそうやな。コナンはあんま知らんから、この中道は。興味あるよね、すごいんですよこの警察学校。その安室さんの警察学校時代を描いた話で、それがまあ今日多分もうこれ収録だから僕まだ見てないんですけど、みんなはもう見た、スピンオフ、あ、もうスピンオフです、そうです。原作はでも青山剛昌先生、コナン書いた人が書いてるんですけど、絵とかは違うんですね、漫画の方は。そう、それをもうコナンの枠でアニメ化してるということで、これめっちゃ楽しみですし、来年の映画がもうタイトル決まりまして、ハロウィンの花嫁なのに4月に放送です、4月に公開
4月15日。まあまあまあ、コナン映画は絶対4月なんでね。あれ楽しみですね。しっかり僕は。ね、コナンの話題触れていきますよ。しっかり見ていきます。楽しみ。何ですか？ワンピースの映画もね、確かに。シャンクスの。レッド。レッド。あ、すごい。戦話記念で流れてましたね、確か。僕はまだ今、スリラーバーグなんですけど、読んでるとこは。ブルックがまだ仲間になってないだからね、あ、シャンクスの謎が分かるって言うと、まだ僕知らない50巻ぐらいシャンクス知らん部分ありますから。腕噛まれたとこもある。腕噛まれたとこ。あれがだからどう、あの謎が解けるってことですか、この映画で。分かんないです。それは分かる。ね、海王類に手を噛まれたぐらいでね、あの方が腕取られるかという。ちょっと楽しみですね。映画が来年、多分ワンピース、コナン、どっちも盛り上がってますんで。ね、楽しみたいと思います。普通歌届いてますね、今週も。ありがとうございます。普通歌のメールがね、ちょっと下の方に行っちゃった感じ印刷ありがとうね、いつもいや、シンプルメッセージいきます。ラジオネームなっくん、先週のバローワークはポケモン会でしたね。それね、先日小学生の弟がポケモンデビューしました。うわ、弟が小学生なんや。めっちゃ年離れ。初めて自分でビッパを捕まえ、唐揚げみたいで可愛いと、唐揚げくんという名前をつけて可愛がっていました。残酷やな。しかし数分後草むらをぐるぐるしても、ビッパしか出てこないという状況が続き、なんだこの汚えのと、ビッパ嫌いになってしまいました。いつの時代もこういう男の子っているんだなと思い、思わず笑ってしまいました。僕と全く一緒なことが起きてますね。僕もビッパめちゃめちゃ嫌いなんですよ。ほんまに。もう名前を口にすんのも今嫌なぐらい。歯並びですか？歯並びは違う、別に俺自分の歯並びがコンプレックスやから、出っ歯のビッパが、出っ歯のビッパ、出っ歯やからビッパっていうんか、あれね、名前多分陰踏んでるんか分からんけど、ビーバーとかけて、あ、ビーバーとな、でビーダルになるしな、進化したら。いや、ビッパ嫌いやね俺も。でこの小学校の時はやっぱイライラしますから。どこの草むらにもいるでしょ、しかもビッパ、なんかあれも気持ち悪いというかね、腹立ちますよね。ラジオネームゆかりん、いつも美味しそうな料理動画ありがとうございます。水川さん、めっちゃ自炊上手ですよね。ああ、嬉しい、これ。よく言われますからね、飯テロやって。私は3日と続いたことがありません。作れないとかではないのですが、自分の食べたいものが何かわからない日が多いです。水川さん、いつもどうやってメニューを決めていますか？僕はもう主婦みたいな感じで、主婦さんみたいな。ほんまにそう、スーパーで、なんかいい感じのが売ってたら、それを買って、これをどう料理するかって考えてますね。もうすごいでした。安売りになってたらね。家庭的。家庭的でした。野菜がもうすごい安売りされてる時やったらそれを買ってとか。あと、クックパッド先生にお世話になっております。アプリとか。あと、メルカリじゃない。何でしたっけ？クラシル。カタカナ4文字やけ。クラシルを僕入れてるんだ、アプリ。あれでね、決めた方がいいと思います。あ、そうか、ゆかり女の子やからね。料理とかできたら、お喜ばれると思いますよ。ラジオネーム、おいとまちゃん。来た。ティックとかで本物じゃないかもしれません。チンギスカンキャラメルを本当に食べるとは思いませんでした。正気の沙汰ではない。ちょ、前の時ね、本物ですって本人ですみたいなこと言ってたから、ちょっと自信なくなってますね。僕がちょっといじりすぎてごめんね。おいとまちゃん、ちゃんと反省してるんです、ね、皆さん12万人になりましたけど、はいはい、おいとまちゃん何人でしたっけ。おいとまちゃん、まあ2万人増えてます。でも僕と一緒にちゃんと増えてるんで、まあ6分の1でね、切磋琢磨して、そう、前1万8000人とかやったから伸びはすごいですよ、おいとまちゃん。すぐに追いついてくるんじゃないかってこう恐怖もありますんで、ライバルとしてこれからも頑張っていこう。ラジオネーム、言えないよって言えないよ。水川さん、バロバンは、最近めっきり寒くなってきましたね。体調には気をつけてくださいね。短言えないよって言えないよ。みんな自信なくしてる、本当に。僕が。すごいいじるから、みんなちゃんと反省して改善しなくていいんですよ。言えないよ、まあ。このぐらいのメール、ちょっと短すぎるぐらいになってますから。すごい、もう、正直なリスナーが多いということでね。うん。ラジオネーム。モーリラン、マジ本物。本物？実は先日、3日ほどスマホを、没収されて、3日間ほど失踪してたランです。その気になるスマホを没収された理由ですが、テスト期間だから3時間勉強して、9時だったから寝ようとしたんですね。そしたらお父さんに呼び出されて、もう勉強しないのか、このスマホ中毒がと言われ、スマホを没収されました。私は毎日3時間と決めて勉強したのに、まだ勉強しなきゃいけないんだ。そして、なぜ寝てただけなのにスマホを没収されたんだ。そして、なぜアルコール中毒&タバコ中毒の父にスマホ中毒と言われたんだという疑問を抱き続け、
その後2時間勉強して、その次の日は7時間勉強し、スマホを取り返しました。危うくここで勉強やらないとスマホを捨てられるとこでした。いやー、本当にタバコ中毒、アルコール中毒の父にスマホ中毒って言われても説得力のかけらもありませんでした。ちょっと士気が下がりますよ、このメール。すごい、この現代の問題みたいな。めっちゃ反抗期、ほんまに。でもお父さんもタバコ中毒、アルコール中毒ってね、これ。まあ、ランってことは、心のおっちゃんですかね。毛利心のおっちゃんが。マジ本物っていうぐらいですから。ラジオネームで。マジ本物って。いや、でも、ランちゃんはいますから、僕の、TikTok でもよく来てくれるんで。多分、そのランやと思います。そのランも、マジ本物なんですか、うん、いや、マジ本物とは言わないです。あのランは。あの、毛利ラン、かっこ公式って書いてあります。絶対公式じゃないんですけど。そのラン。これはマジ本物。これはマジ本物のランなんで。ほんまにこのね、ランが心のおっちゃんに、すごい、ね、家で、家庭ですごい、仲良さそうやのに。絶対仲いいですよ。コナン君がいるから、コナン君のいる場面しか描かれてないですから、アニメは。もしかしたら二人の時は、こんだけ、ね、心のおっちゃん切れてるんかもしれません。すごい。まあまあ、新しい人もね、結構来てくれて、ランとかね。いや、あんま変わらんか。顔ぶれが。ごめん、もう新しいリスナーも増やしたいんで、ぜひね、聞いてくださる方、もう、どんどんメール送ってください。ありがとうございます。そういえば、ジンギスカンキャラメルを本当に食べると思いませんでしたって、おいともち言ってますけど、まだ残ってますからね、ジンギスカンキャラメル。マジで。いや、もう食べたないな。せっかくなんで。うわ、最悪や。せっかくなんでの意味がわからん。食べようか。あれ以来、開けてないんだよね、この箱。なんかオブラートみたいなのが包まれてますね。包み紙か。じゃあ、いただきます。これ、ジンギスカンキャラメル食べてね、お別れしたいと思う。お別れません。次のコーナーとかに行きます。感想。カサ。うわっ。すごい。獣草。獣が。マジですごい匂いや。なんで食べたんや。食べてよって言ったやん、せっかくやから。うわっ。まず。ちょっとカフェラテで流し込みます。あわんやろ。言い合わせ悪いよ。うわっ、これ匂いがひどいんですね。やっぱ鼻つまで食べたら、あ、普通のキャラメルや。これ大丈夫や。なんで食べたん、もう一回出さんでいいかって。まあまあ、皆さんも気になった方はジンギスカンキャラメルね、頼んでみてください。ありがとうございます。物乞いの成果プレゼント、物乞いの成果時計、不動新一のオフィシャルウォッチ。物乞いの成果帽子、物乞いの成果パジャマ、物乞いの成果もこもこもこ。服買わないって決めました。ウエハース三川のバローワーク。さあ、ここからは事前に募集していたテーマメールを紹介します。テーマ、あ、キャラメル、キャラメルは、あ、もうもちろん来るんですって。ました。口から出してね。もう収録中は食べますけど、音切った途端僕はすぐに捨てましたから。美味しいですよ。でもあれ一生悪いな。一生悪いこと言うね、確かに。テーマはウエハース三川の目撃情報です。嘘の情報が立て続けに来たので、もう本当のやつをね、ここで募集しました。いや、嘘とかほんまにやめてほしいですね、これは。ね。迷惑ですから。じゃあ、今週のテーマメールの、これ、ラジオネーム、信子は俺の嫁。もうこいつがね、掘ったんですから、すべての。今度こそ本当の。今度こそ本当の僕をね、目撃したんかな。水川さん、こんばんは。いつも楽しく聞いています。先日、会社の先輩と、ちょっとエッチな本屋さんに行ったのですが、そこで何やら、本を買おうか、どうか迷っている水川さんを見つけました。三川さんは何かのグラビア写真集を手に取っては棚に戻し、手に取っては戻しと購入を迷っているようでした。何やら小声でブツブツ言ってるようだったので、近づいてみると、おめえは厄介なお尻なんだよ!余計な感情が入りまくって、たとえこれが1万円でも我慢するのは無理だろうぜ!とかなんとか言ってました。三川さん、結局あの、プーチン大統領の写真集買ったんですか?買うか!スキンヘッドが好きなんで。いや、スキンヘッドが好きなわけないでしょ。何で僕がスキンヘッドの印象あります?いや、違うし。ちゃんとこのね、ロンドンのあの、ランの告白のセリフになぞらえなくていいんですよ。おめえは厄介な何次元なんだよ。余計な感情が入りまくってね。いや、1万円でも我慢するの。プーチン。いや、買ってないですし、このエロ本売り場なんて僕行かないですから。
ちなみにいいですけど、はい、プーチン大統領どこの国の大統領かわかりますか？ロシア。あ、ロシア。ロシア。さすがにね、ちょっとバカにしないでいただきたいと思います。僕を見くびらないで。意外と知ってますから、ものを。ちょっとね、今のは良くないですよ。今後ね、今のもうイエローカード出ました。解雇です。レッドカードと。で、俺が一番困るんか。中道を解雇したら。ごめん。バカにしないように。行きましょう。ラジオネームゆかりん。三塚さんこんばんは。昨日ぶりですね。昨日、私は人からをしていたのですが、ドリンクを取りに行ったところ、隣の部屋から、バロー厄介なんだよバローといろんなキーで練習している声が聞こえました。まさかと思いましたが、その後ドリンクを取りに来る三塚さんを発見してびっくりしました。TikTok の音源にはこんな苦労があったんだなと思いました。練習目撃してごめんなさい。これ。ほんまっぽい。ほんまっぽいのが来てますけど、いや、確かに僕音源取るときは、カラオケ利用してますから。ジャンカラをね。ジャンカラ。もう大阪ですから。ね。大阪、まあ、それは言っていいですよね。ゆかりんは多分関東の方ですから、これはもう、嘘ですね。これ嘘すごいつきますから。ただバーローって言ってた人。ただバーローって言ってた人がたまたまいたから。でも僕にめっちゃ顔がそっくりやったってね。ドリンクの時。いや、そう。恥ずかしいです。みんななんで俺が常に工藤新一の声してると思って。なあ。ラジオネーム、来ることバローとか。いや、通常普通に喋りますから、僕。ラジオネーム、なっくん。最近、職場近くのファミマでバイトをしている三塚さんを発見しました。一つクレームなんですけど、ポンタカードを渡したら、バローか早くなんだよと言っていただけるかと思い出したのに、すごく困惑したように、これ違いますっていうツッコミしてきました。面白さのかけらもありませんでしたよ。芸人として、あれはどうなんですか？もう人違いですね。また人違いよ、これは。僕やったら言いますから、そのね。言うんですか？言いますよ、バイトの勤務中でも。バローは厄介なんだよ。あ、ファミマでポンタカードって使えるのか。あ、ローソンかな、ポンタカード。なるほど。ちょっとね、ボケとしても弱いかもしれないですね。もっと、ボケが悪い、これは。ナックンのボケがね。これ僕ですけど。ボケが悪いと思って、僕はやめました。これ本人ですよ。なんかちょっとね。ボケが悪いからスルー。そう。もっとね、なんか、ね、わからんけど。もっと凝ったやつ。なんか靴下渡すとかね。脱いで靴下。これでポイントつけてくださいって言ったら。ちゃんと。うん、バローって言いますか。厄介な匂いなんだよ。全然、凝ったツッコミはしない。凝ったツッコミはしない。凝ったボケは要求するけど。人に厳しいですか。僕自分に甘いんで。ラジオネーム、鬼丸。道頓堀で、襟足ビロビロの男子中学生に土下座しながら、ちびりました許してくださいと謝ってましたね。何したんですか何もしてないよ。これ誰中学生その襟足ビロビロの中学生伸びがちか襟足わかるけどヤンキーのやつにね。いや、僕さすがに僕大学生ですから、その中学生にちびりました許してくださいとは言わないです。言うとしてもね、道頓堀のほんまのヤンキーとかね、やったね、絡まれたらこれ言うと思うんですけど、ちょっとこれはね、惜しかったですね。ヤンキーとかやったら言われたことあるかもしれないですけど。ラジオネーム、言えないよって言えないよ。お、長い。いいね。なんか長いと安心するね。言えないよが。この前、いつものように裁判官として働いていたら、そこにちょっとびっくりするけど。被告人として現れる三塚さんを見ました。どうやら窃盗の罪で捕まったみたいで、詳しく聞くと、山崎春のパン祭りのシールを商品を買わずに剥がして回っていたそうです。パン祭りの時期からこんな冬になるまで逃げ続けた三塚さんの執念を感じて少し恐怖を覚えました。三塚さんは気が動転してるのか、バロバロ厄介なんだよ厄介なんだよしか言わず。なんで俺のイメージこれ常に。厄介なのはあんたや。あ、これは、言えないようなセリフか。厄介なのはあんたやと思った矢先、裁判長が痺れを切らしたのか、その日の後半は閉廷となってしまいました。逃げ切れたんや。水川さんはおそらくまだ、これなんですか、拘束みたいな。交流されているので、このメールは中道さんが読んでいる可能性もありますね。水川さんがきちんと更生してくれることを願っています。仮釈放中じゃないです、今。ちょうどそれでラジオ撮ってるわけじゃないですよ。違う。マジで何もしてないですから。いやー、パン祭りのシール、そんな集めんでしょ、あれ。買ってもね、その袋ごと捨てるタイプですから。別に。これはね、ちょっとやめていただきたいと思います。こういうね、風評被害で。バーロー、厄介なんだよしか言わないんです。一回捕まったら。これ、ニュースになるんじゃないですか。わからんけど。
頭おかしいやつみたいな。吉本興業所属。そうそうそう。被告人でね、その裁判中にバロバロ厄介なんだよと、モノマネをし、みたいなね。なんかニュースになりそうですけど。じゃあ行きましょう。ラジオネーム、おいとまちゃん。来た。最近テレビによく出没します。水川さん、ご近所なんですかね？アガサ博士の頭にチューするところを500回見ました。これほんまに僕かもしれない。あの、YouTube で多分。なんかストーリーかなんか載っけてたと思います。500回見たってこと？じゃあ俺の YouTube。相当。1回の動画で500回してたから。そう、1回。あ、そういうことか。いや、1回しかしてないよ、多分。1回の動画で500回する YouTube 出してない。それ出したらバズりそうなんでね。ちょっと出していきたいと思うんですけど。これはどういうこと？ご近所なんですかねっていうのは。アガサ博士のご近所なんですか、ね、あ、なるほど、なるほど。そういうことね。まあまあこれ人形ですから。普通に。人形だったんですか、ね、これ人形やったんで、あ、みんな、これほんまのアガサ博士やと思ってたよ。みんなそうだと思います。いや、ちっちゃいやろ、やっとしたら。アリエッティぐらいの。みんな三川さん50メートルだと思ってみる。いや、怖っ。あ、俺のがでかいと思ってたやん。アガサ博士がちっちゃいなくて。いや、すごい巨大な本とか並べてることになるから。あ、俺でかいと思う。巨人族やと思ってたやん、俺のこと。エルバフやと思って。エルバフ。エルバフ何、あ、出てきた？ウォーターセブン。ドリーとブロギー。ドリーとブロギー。あれか、ウォーターセブンの違う、違います、あの中将になってた人、 あれは違うか、あれは違います、はい、分からんね。巨人族の、ギアサードとか僕出てきてますから、はい、ルフィが。いや、これでテーマメールじゃ以上ということで、ちょっとみんな嘘をつきすぎやろ。さすがにみんな嘘やん。これプーチンは本当、プーチンが嘘やねん。プーチンが一番嘘。そのエロ本もいかんし、裁判が本当、裁判も嘘。そう、どれ、おいとまちゃんのが本当。僕は YouTube で、500回見てるのは、まあ、おいとまちゃんの都合ですから。うん、そういう動画じゃないし。みんな、ちびったのは本当です。ちびったのも嘘。この、ヤンキーは嘘やけど、ちびったのだけ本当。いや、なんでその一部分だけ、その部分だけ本当とかないんや。惜しかったね、確かに。まあ、ちびったの本当ですよ、これは。ヤンキーに絡まれた時に。だから中学生という部分だけがこれは違ったということで。あと、ファミババイト、これね、僕、マクドですし。もう、ノブコもね、また、もう普通に普通歌でまた送ってきてくれればいいよね、本当に。はい、ちょっとこれ。テーマは以上ですけど、うん、今後 見かけたら送ってほしいです。ああ、全然その見かけ次第。普通歌でいいからね、はい、送ってほしいと思います、はい。すごい。マジで見た人だけ、これ送ってください。うん、これだけはもう忠告しとかないと。ありがとうございます。ね、来週のテーマ。来週のテーマ決めようか。そっか。ワンピース面白いです。ワンピース今面白いからね、ワンピース。だ、僕今、スリラーバーグ編で、もう絶賛読んでる途中なんですけど、もうちょうどね、NS ロビーの、あっこも感動しましたよ。ロビンがね、イギダイっていうとこ、はい、イギダイ。そんな、ね、濁点ついてるでしょ。あと、メリー号が助けに来るところ。ね、はい、メリーが多分、なんでしたか、なんか命が宿ってて、そう、喋る、なんか、助けに来たよ、みたいな。感動のシーン。感動。でも僕やっぱもう、涙腺が、ね、あれ、鳥取砂丘なんで。どういうこと？あの、乾いてるんでね、はい、鳥取砂丘。あ、コナンになぞらえて、青山先生は鳥取出身ですから。うん、サハラ砂漠とか言いたいとこですけど、はい、鳥取砂丘なんで泣けなかったんですけど、はい、やっぱ感動はしてね、ほんまに、ね、だ今ワンピースハマってる人少ないと思うんですけど、僕も、みんなが中学校ぐらいに多分やってたような、あの、こんな悪魔の実ちょっと嫌やな、みたいな。いや、嫌な。いや、嫌な方がやめとこうか。それはちょっと大喜利っぽくなるから、あれか。なんやろ。あの、こんな悪魔の実があったらいいな。ね、これ、喋りたいんですよ、僕今。ね。確かにね。やっぱ、闇闇の実とか、僕今、黒ひげとか出てきたりね。すごい、ゴムゴムの実。水川さんはどんな実がいいですか？あ、俺がいい実。はい。実際あるのでもいいですし、オリジナルでもいいですけど。やっぱ、バロバロの実ですかね。どういう能力？バロバロの実。もう、バーローしか言えなくなるみたいな。食べてますやん。食べてるわ、俺。食べました。俺も食べたやつを今。バロしか言えなくなって、金槌になるんですか？いや、そう。めっちゃ損する。デメリットのが多いから。で最近入浴する動画僕上げてますけど、はい、やっぱ溺れかけてますから。あれ、入浴、工藤新一とかのあれ見てください。だからじゃあ、テーマは、こういう悪魔の実があったらいいなっていう。うん、ワンピースの。はい、これ、まあ、条件は別にね、何々の実みたいなあれ、絶対それですよね。ゴムゴムとか。そうですね。読み読みとか。オリジナルで。オリジナルで。うん。で、解説とかも全然つけてもらって。はい。じゃあお願いします。これでいきましょう。はい。ありがとうございます。
パパックンパックンパックンピラニア、ウエハース三つ川のバローワーク厄介判定。ウエハース三つ川が皆さんの身に起きたことに対して厄介か厄介じゃねえかを判定していくコーナーです。それでは参りましょう。いっぱい来てます。ラジオネームレオリオ、レオリオツイッターでたびたびトレンド入りするハンターハンター連載再開、これは厄介なんだよ。これ厄介ですよ。これ本人レオリオから来てるんですか。レオリオも待ってる。レオリオもやっぱね、早く自分の物語をね出てくるやつを書いてほしいという。レオリオあんま出てないでしょ最近。わかる。ハンターハンター、あ、めっちゃ好きですよハンターハンター。でももうやっぱりね、連載がストップしすぎてもう記憶あんまないですよ。昔のとことかキメラアント編とか好きですし、アグリードアイランドとかも確かにね、あれ厄介ですよ。次、ラジオネームおいとまちゃん、インスタグラムの DM の 9.5 割が出会い中、これは厄介じゃねえ。厄介じゃねえ。厄介じゃないです。だって僕の来る DM はやっぱみんなファンの人ですし、多分おいとまちゃんがちょっと色気出しすぎなんじゃないですか。ちょっと可愛い感じでしすぎてね、そう、男がやっぱそういうの行くんですよね。DM みたいなの。おいとまちゃんはね、確かに。みかさん色気ないから来ないです。俺色気ないから来ないですよ。この声に惚れてる人が多いですから。やっぱ工藤新一とか、あと芸人ですから、チケットとかの売り方とかにはめっちゃ DM 活用してるんで、お世話になっております。これはおいとまちゃんが悪いということで。じゃあ行きましょう。ラジオネームゆかりん。某イタリアレストランで働いていた時の話なんですが、お客さんに、お姉さん、生駒里奈に似てますね、と言われて、その時注文取っていたので、無表情だったのですが、褒められて笑顔で、ありがとうございます、と言ったら、あ、笑うと似てないわ、と言われました。こいつは厄介ですか？これは、厄介なんだよ！これめちゃくちゃ厄介ですね。なんやそれ。こっちからふっかけてんのにね、それでなんかしらを切るというか、笑うと似てないわ。これね、ニコちゃんマークつけてますけど、この笑い方も腹立ったんでしょうね、ゆかりんからしたら。これ厄介な判定のいい厄介を送ってきてくれますが、生駒里奈乃木坂、そうですね、かわいいね。ラジオネームなっくん、スタバの BGM が X ジャパンの紅、これは厄介なんだよ。これ落ち着かないですよね。カフェでこんなん流されたら紅。これは相当厄介ですね。X ジャパンの声高いですから、あんなキーキーになるのね、スタバはちょっと大変です。ラジオネームなっくん、寿司三昧のロゴですが、あれどう頑張って読んでもシス三昧ですよね。レテン打って読むんですか？厄介判定お願いします。これは厄介じゃねえ。調べてみてください。調べようか。ちょっとどういうことなんやろ。ちょっと僕あんま読んだことないから。読んだことない。読んだことないの。あんま寿司三昧読んだことないのに厄介じゃねえ。僕が知らないことはもう厄介じゃない。寿司三昧の画像じゃ今検索しました。あ、寿司三昧や。ほんとや。下Cの方が先に来てるもん。めっちゃシス。これごめんなさい、ちょっと判定し直しましょう。厄介なんだよ。厄介でした。すごい、シス三昧や。ほんとや、マジやな。これよう気づきましたね。多分ふと思ったんかな、見かけて。ありがとう。次は、ラジオネームなるみん、誰だか忘れてしまったのですが、グランブルというアニメを勧められ見ますと宣言しているのにもかかわらず、未だに見ない人がいます。水川さん、これって厄介ですよね。厄介じゃねえ。厄介じゃねえ。これ俺。あ、そう。これ俺。グランブルっていうアニメ、ずっとフォロワーのね、何人かに、TikTok ライブとかで、ぜひこれ面白いので見てください。しかも僕からなんかおすすめのアニメありますって聞いて、一回も見てないですから、今日に至るまで。なんで見ない。ちょっと興味が湧かない。ごめんなさい。冗談ですよ。ギャグ漫画あんまり好きじゃないですか。ちょっとギャグ漫画が、グランブルってギャグ漫画なんかな、多分。僕も見たことない。見たことないのに、タイトルで今予想して言ってた。いや、話だけ聞いて。話だけ。なんかプールかなんかのやつじゃない？なんか。ダイビング。ダイビング。海パン履いてるイメージある。
実写映画やってます。そう、いやでも、それ見たらいやいやいや、ビキニのお姉さんが出てこないと僕は嫌なんで。出てくるじゃないですか。あ、出てくるかな、プールの話だったら。いや、男多いな、あれはちょっと。男多いのちょっと嫌ですか、映画で。え女女が欲しい。いやいや、ウソップ。ウソップが言ってます、今ね。いや、女性が多い方がね、なんか見る気がなぜかする。ということで。ラジオネーム、ダンシングマクドナルド。袋のデカさの割には、少ししか入っていないウインナー。厄介ですよね。これは、厄介なんだよ、はい、厄介やね。あれめっちゃ。なんであんな、もっと入れれたやろって思う。すっかすかの。一応あの、ここな、なんか、二袋、なんかセットになってるやつとか、コークンとかで売ってるけど、どっちも少ない、すっかすかやから。ミスやと思います。あれミスなんかないや、ちゃんとグラム数も書いてるから、ちゃんと測ってるやと思うけど、貴重なんかな、ウインナーって。あ、そうなんや。え、じゃあほんまウインナーってなんなんやろ。あんま入れん方がいいかな、袋の中に。なんか悪なるとかあるんかな。ちょっと調べておきます。ラジオネーム、これ最後ですね。ダンシングマクドナルド。電気技を覚えているからというだけでエテボースとオクタンを使ってくる渚シティのジムリーダーデンジ。これはさすがに厄介ですよね。これは厄介なんだよ。これ厄介ですね。すごい。そうか、だってもうノーマルタイプとね、水タイプですから、エテボースオクタン。そっか、電気タイプのジムやのに。全然その電気技覚えるだけで、これずるいことしてますよね。しかも安心して地面のポケモン。オクタン出てきて。なるほど。罠ですね。確かに電気タイプってそのイメージあるからね。ほんまや、岩タイプのポケモン連れてってますから、普通やったら。やっぱね、うまいこと対策してるんですね、これで。ジムリーダーに立ちはだかってくるトレーナーたちを。いいですね、ポケモン。僕も今、3個目のバッジぐらいですから。全然すんね。いや、毎週1個ぐらいのペースでね、集めていこうと思います。やっぱロストタワー寄りましたけど。ロストタワーっていうね、ポケモン知らない方に言うと、本当にポケモン、死んだポケモンたちのお墓とかがいっぱい備えられてる、なんかタワーなんですけど、やっぱその銀河団にポケモンを殺されたトレーナーとかがいっぱいいましたね。あいつら許せん。銀河団はえぐいね、ちょっと。銀河団をもっとね、悪い。こんな銀河団を目撃したって情報がある。いやいや、ね、募集しないでください。銀河団の目撃情報ダメ。募集していきたいと思います。厄介判定のメールは以上です。続いてのコーナーは、ふとした手がかり。ふとした一言や光景から手がかりをつかみ事件を解決するのが探偵です。皆さんには事件を解決へ導く手がかりとなるメールを送っていただいております。行きましょう。いっぱいありますから。まずラジオネームゆかりん。なんで？また引かれてる？先月も家賃払ったのに！これよくあります。僕も。いや、マジで。毎月じゃないですか。毎月。あ、先月も家賃払ったのに？これ毎月やっぱ引かれるでしょ、家賃。そうそうそう。当たり前じゃない。当たり前なんですけど、いつの間に来てるのか。そう。気づいたらもう、前払ったばっかやんってなるんですよ。つい最近。つい最近。やっぱちょっと出てく額も多いですから。やっと払えたって頃は満足感とやっぱ釣り合ってない。すぐ次の月来ますから。これ腹立つんですよね。これ事件ではないですけど。普通に引かれてるだけです。いえ、大家さんに。ラジオネーム、おいとまちゃん。女友達の部屋着が、ジェラピケになった。カッコで点点点男だな。これは男がね、彼氏ができたらこうなるっていうね。パジャマ変わる。ジェラピケ、ジェラートピケね、可愛いですから、あのパジャマ。ラジオネームなっくん。私、あれ、お父さんどこ行った？祖母、ああ、 3DS 買いに行くって出かけた。私、それサンタさんに頼んだはずじゃ。サンタさんのもうあれですね、元凶が分かりましたね。元凶元凶。悪者みたいになるか。サンタさんは、親ですか、正体がね、お父さんが買ってたっていう。あ、この気づき方はちょっと厄介ですね。厄介、手がかりか、これ。犯人ですよ。じゃ、ラジオネーム、なっくん。あ、なっくん、さっき読んだわ。ごめん、ラジオネーム、レオリオ。レオリオから。USJ が、ハンターハンターとコラボするのに、富樫先生は、連載を再開しないだって？
どんだけ再開して再開してほしいんやな。レオリオがさっきユニバのねあれもやってましたから。ゴンとかクラピカじゃなくてレオリオが言ってくる。レオリオがなんでこんな言ってくんねん。そう、ゴンとかキラーが送ってこいよ。なんでレオリオやねん。クラピカとかが欲しいな。再開してほしいですね、本当に。ラジオネーム、言えないよって言えないよ。何？メールを4個も送ったのに、半分は死んだ？ごめん！ごめんね。たくさん来てるんで。まあ、たくさん来ててね。あ、先週ね。先週の、シャープ5ですかね、バローワークで。もうすごいミスりましたから。言えないよって言えないよのメール。今回任してよ、これ。あ、今回1個しか来てないんか、この、こういう2人。ごめん、ごめん。ちょっと前ので反省してる。ねえ。ごめん、ごめん。ラジオネーム、ダンシングマクドナルド。L、知っているか？カタツムリには性別がない。デスノートネタですね。あの、リンゴを食べるみたいな。あの、嘘のルールですから。いや、ライトこんなんかかんねん、この嘘のルール。ラジオネーム、信子は俺の嫁。アガサの声でね。新一、わしはファンタを買ってくれと頼んだんじゃ。お前が買ってきたのは、ファンザの動画見放題チャンネルじゃぞ。何してんねん。ファンザってあれですか？なんか、AV がめっちゃ見れるやつですか？そうです。イエーね、これ、ね、こんなんね、ありがとうございます。あまりね、言及はできないですけど。ファンザね、ファンザ入った方がいいですよ、皆さん。ね、ちゃんとお金を払ってみましょう、そういうのは。あ、そうです。だからこれは素晴らしいじゃないですか。そうですね。アガサがね。勝手に有料のやつ見るんじゃなくて。ただめっちゃ高いでしょ、多分ファンタを買ってくれて頼んで。ファンザの動画見放題チャンネルは相当高いでしょ。フリーペイドの DMM の。ね、なるほど。コンビニとかにも売ってるんだ。行きましょう。ラジオネーム、鶏肉。マジで、占い師早く名乗り出ろってこれ人狼人狼ゲームやってる占い師占い師がなんで名乗りでこれ事件なんで言えないんよいやーね占い師は絶対言った方がいいし守るからねそう騎士が守る対象ですからこれはとんでもないなんか隠す理由があるんですかね面白い、ラジオネーム鬼丸お前の筆箱デッドスペース多いな筆箱うまいこと使ってないスカスカちょっとでかいんですかね振ったらめっちゃ音するこれはおもろいね筆箱ちゃんと有効活用してくださいよあーまあ以上ですかふとした手がかりはまあね面白い事件のね手がかりがいっぱい来てますね事件の手がかりマジ解決に導く手がかりにはなってないですけどちょっとねこっから始まる事件見てみたいですから、コーナーは以上です、今後も解決の手がかりになるようなメールを送ってください、このコーナーと普通おたテーマメールすべてみつかのツイッターに記載してある Google フォームかまたはメールアドレス wf.mitsukawa@gmail.com wfmitsukawa@gmail.com へ、みつかの通は tsu です。厄介判定のコーナーは懸命に厄介判定。ふとした手がかりのコーナーは懸命に手がかりと書いてお送りください。ラジオネームもお忘れなく。ありがとうございます。ウェハースみつかわのバローワーク。さあエンディングです、紹介しきれてないメールがあるので読んでいきましょう、ラジオネームなるみん誕生日もうすぐですね、みっちゃんが今一番したいことって何ですかありがとうね12月7日僕誕生日ですからそうかこれ放送12月4日ですから土曜日もうすぐですね7日うわー一番したいことやっぱライブじゃないですか僕やっぱ芸人ですからこの舞台立つのがやっぱ喜びなんでちょうど、ね、次の日もライブありますし後でまた告知しますけどもいや嬉しいね誕生日ねいっぱいプレゼント届いてますよ多分もう届いてると思います物乞い物乞いね物乞いもほどほどにしようと思いますさっきラジオ収録も誕生日の付近にありますけど、うん、あそっか絶対何もしないですから絶対何もしないか絶対プレゼントとか用意しないんでなんで散々ファンからもらうそっかスタッフかそのケーキをサプライズで持ってきてくれる。ないの？水曜日とかでしょ？こうなんで誕生日やから絶対ないんや。カタクナにね用意しないそうなんで、これが振りかもしれないですか。ほんまに。
いや、ジンギスカンキャラメルまで用意して、お前なんで俺の誕生日プレゼントの一つや二つ。まあいいか、俺があげる側やね、どっちかというと感謝やから。いやいや、やってくれてありがとう。ラジオネームなっくん、バロバンは早いものでもう12月ですね。あ、12月7日は我らがウェハースミツカの誕生日。ちょっぴり早いですがハッピーバロースデー。23歳の抱負や目標を教えてください。いやー嬉しいですね。抱負、やっぱ R1 グランプリ、これほんまの抱負言いますとね、 R1 グランプリが、12月にまずあります。12月か 1月、どっちかエントリーできる。1月にした方がいいかな、これ戦略的な話ですけど、どうする。目標はどこ、準々決勝です。2回、あれ準々ないんか、2回戦突破したら準々か、確か3回戦がないからね R1 は。いや準々は行きたいですね、こう思ったらマジで。いや優勝とか言えよって話ですけど、今年は準々で来年準決、次の日優勝。あ、次の日、うん、あ、次の日だよ、次の年。あ、決勝のがいいか。いやでも10年目以内になってますから R1 ってね。ちょっとマジで、応援とか来てください。12月とか1月、そのチケットも多分売ってると思うんで、ハッピーバロースデーね、ありがとう。ラジオネームク、中道さんバロ版は中道に挨拶。私がはぁって思うことがあります。はぁって思うことがありますか。ディズニーでのアトラクション待ちのことです。カップルがイチャイチャ、彼女が彼氏に抱きつき顔を見上げ、今にも接吻、いやまあキスのこと接吻って言わん、キスをしそうな場面、あれどうにかならないのでしょうか。お酒の入っている C でよく見かけます。 C で夜景を見ながらならいいのですが、アトラクション待ちのところは明るいですからね、見なければいいのですが、ついついキスの次まで期待している自分もいたりして複雑です。ちょっと楽しんでるやん、そのね、やばいところあるわけがないですけどね。皆さんも見かけないですか。あー確かにこのアトラクションとことかね。そっか、 C はお酒飲んでいいんか、ランドはあかんけど、酒入るとこういうことやってしまうっていうのは良くないですね。この周りが見えてないっていうのね。だから僕お酒なんてあんま飲まないようにしてますから。嘘嘘嘘。なんか、やらかしちゃうんですか、お酒。やらし、いや、マジでやらかさないですよ、僕は。もうヘロヘロになって、ギャグを連発しますから、僕は。ね、ゼミの合宿とかで、もうみんなの前でギャグをするみたいなのやりましたから。僕が2回生、3回生の時かな。あの合宿。あれね、やっぱもう普段受けないギャグがボカボカ受けますね。みんなも酒入ってるから。僕はね、酒を飲むと一発ギャグをしだすので、家で飲むようにしてます、この迷惑をねかけないように。これはとりあえずあれですか、もう普通歌は以上ですね。すごい、いやということでね、もう今週、いやすごい良かった、みんなメール上から上からやな、本当にありがとう。12万人突破したってので僕今感謝が今溢れてるんですよ。ほんまにそのついてきてくれたというか、ここまでメールも増えてきてて、メールも増え、結構全部読めることできなくなってきてる。あ、めっちゃいいやん。そっか、中道も今選んでこのメールっていう。あ、だからちょっと漏れてる方もいるっていうね。うわ、いいね、この競争率が出てきてこそメール送る価値も上がりますし、言えないよとかも何つうかった、うん、言えないよも何個か送ってくれた、ごめん、ちゃんとね中道が判断してね切り落としたというか、言えないよとかいっぱい読んでるの、うん、あ、そうやね、確かにいろんな人にチャンスをこれ与えようっていうね、すごい。だちょうどね、僕もあのライブがありますしね、この放送の次の日ですね、もうすぐですよ。12月5日の12時半開演で1時半に終わる、1時間ぐらいのアップトゥーユーというオーディションライブがございますので、もうチケット買ってくださった方もねいると思うんで、その方は、お待ちしております。そして当日券とかも多分あると思うので、来れる方いたらマジでその投票制なんですね、これは。漫才劇場というね、大阪の劇場に勝ち上がるための一つのオーディションライブですから、多分1人3票ぐらいあるんで、まあ、絶対僕にまず入れてもらって、でできるだけ上がらなさそうな人にあとは入れてください。一番ダメなタイプ、冗談ですよ、売れてほしくないごめんごめん、面白かった人に入れてください。全然僕に入れなくていいんでね、これはほんまにそうですよ、投票制なんで好きな方に入れてください。ライブお待ちしてますんで、あと1月15のライブもね、これはね、あ、もう文面で書くとあんま良くないらしいんで、その一応インディーズのライブもうみんな出てますけど、インディーズのライブ僕もちょっとまぐれカナールが呼んでくれたんで、これ行きたい方いたら DM で1月15教えてください。ね、読んでいきましたけど、まあまあまあ、もう閉まってるか、すでに。まあ、ライブ来れる方はお待ちしております。また宛先はね、
このメールまた送ってくれる人もいっぱいいると思うんで、まあ、ライブ来れない人も絶対いるじゃないですか。僕の大阪に住んでない人とか、その方はぜひこのメールとか、あと TikTok ライブとかをご覧になっていただけたら、動画もこれからもチェックしてください。宛先は Google ホームか概要欄にありますんでね。メールアドレス wf.mitsukawa@gmail.com wf.mitsukawa@gmail.com へ、みつかわの通は TSU です。ということで、また来週もお会いしましょう。ありがとうございました。また来週。また。